どうもおはようございます。アロハチャンネルです。皆さんプレミアム前売り券ゲットできましたでしょうか。ということでね、朝から並んで、ゲットしてきました。2人分ね購入したんですけども、このねめちゃくちゃかっこいいこの用紙、これ何かというと下にねチケットがついてるんですよね。なのでこのチケットを剥がしてもこういうのをね、このめちゃくちゃかっこいいものを記念として残せるっていう、すごいこれ考えた人いいなって思うんですけど、で後ろにはまあ説明が書いていて、そしてこれですよね、前売り特典、めちゃくちゃ欲しかったプロトマイティ X ガシャットのオリジン、プロトマイティ X オリジンガシャットかなをゲットすることができて、そしてさらにヘラクレスキュー玉ということでね、この2つをゲットすることができたのでレビューしたいと思います。はい、で入っているのがこの本体、ガシャット本体とシールですね。でプロトガシャットなのでこういう黒いベースになってます。表も裏も黒くて、中にはね細かい粒子が入っていてすごく綺麗ですね。でいつも通りここにこれをはめます。はい、パチンと音がしますね。でこれにシールを貼ります。で側面にもこれを貼ります。はい、こんな感じでめちゃくちゃかっこいいですね。でちなみにこれ電池ってどうなんですかね。あー、音が鳴らない。まさかのボタン電池が必要。はい、ということで電池投入完了しました。ちょっとねふとしたびっくりだったんですけど、このボタン電池ね3つ必要ですので注意してください。では音声確認しましょう。おー、このいつものね音楽ですよね。もう一度、あ、この音声この状態では1種類だけのようですね。なんかね、普通のマイティアクション X と同じ音楽ですけど力強い印象を与えてくれる気がしますね。うん、かっこいい。ではゲーマードライバーに差し込んでいきましょう。うん、これめちゃくちゃかっこいい。オリジンね、最高。で、ハイパーアーム的ガシャットともね、組み合わせて遊んでみたいと思います。このね2つの組み合わせもなかなかかっこいいですよね。マイティで揃ってますしめちゃくちゃかっこいい。でまあここのね柄もゴールドと、まあ、漆黒の黒じゃないですけど、このね並びもめちゃくちゃかっこいいと思います。本当にこれはゲットできてよかったです。はい、続いてこちらがヘラクレスキュー玉ですね。ヘラクレスってどんな感じだったのか気になりますが、こう回すことでヘラクレスっていう感じでね、かなりヘラクレス感わかりますね。なんだろう、めちゃくちゃ力強い男の戦士の感じが出てますね。めっちゃかっこいいですね。で色もめっちゃ綺麗で、コグマキュータマに近い色かなしてる感じですごい綺麗ですね。ナンバーは18ですかね、これ18番。うん、めちゃくちゃかっこいい。で一応ね説明の用紙見るとヘラクレスキュータマの遊び方ということで、こう回すとねエンブレムが完成で本当にかっこいい、そのままで、で後ろに書いてるのが、デラックスキューレン王に装着することで隠れたマーク、この力こぶみたいなねマークが浮かび上がるということで、それも確認するのと、あと星座ブラスターでね音声確認もしていきたいと思います。はい、それでは音声確認していきます。え？なんか今、え？イテキュー玉？なんか違う音した。
ちょっとね、もう一回行ってみましょう。オーケー。ヘラクレスボイジャー、めちゃくちゃ気になりますけどね、見てみたい。はい、それではね、気になってたこの9連音での光り方を確認したいと思います。ヘラクレスキュータモもね、めちゃくちゃかっこよかったですね。ということで今回はプレミアム前売り券にセットになっていたこの2つの限定品、非売品を、紹介しました。めちゃくちゃね、本当にゲットしてよかったですし、争奪戦が今もね、多分行われてると思うんで、皆さん頑張ってください。この動画が面白かった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしておりますので、バシバシ書き込んでください。それでは本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。